どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。皆さんが、このレビューを見る頃、私は都会を離れています。え、なんで？いとこの結婚式に出ないといけないんだ。あらら、大変やな。昨今の事情で2回くらい延期してようやくなんだよね。結婚式も、ある程度、人集めてやるやつやからな。そこで感染とかになったら、結婚式のお祝いムードも、台無しや。今は感染者も減ってるし、このまま最低でも年末まではこんな感じで行きたいよね。居酒屋さんとかも時間の制限なくなっとるし、マスク以外は前みたいな感じになっとるもんな。マスクも冬はいいんだけどね。夏が、来年の夏こそはマスクがなく過ごせとるとええな。そんなわけで今日のレビューはこちら。コミさんはコミュ症です。コミュ01、喋りたいんですだよ。お、また1話レビューですか。結婚式で2日ばかりいない&月末の忙しさのせいで、1クールのアニメや映画を見る時間がなかなか取れなくて、今月はこんな感じやな。来月からはもう少しレビュー増やします。で、この作品はどうなん？1話レビューで取り上げるってことは良かったんやな。すごく印象に残る1話だったんだ。ほう。この作品ちょっと出落ち的な要素があるんだ。出落ち？主人公であるコミさんは誰もが見つめてしまうような醜麗しい美少女。ほう。そんな彼女が歩くとともにピアノの旋律が聞こえてくるんだ。美人なコミさんにふさわしい BGM。 そんな BGM がもう一人の主人公であるただのの絡む時に止まる。なんで？演出でメリハリをつけてるんだ。印象的な BGM をうまいタイミングで止めることで、それが空気感やキャラクターの心理描写にもなってる。ほう。さらに漫画的な文字の演出、原作の漫画からそのまま持ってきたかのような文字演出を画面に取り込みつつ、静と動を生み、さらにうまいカット割りでギャグにおける間が生まれてる。ギャグアニメなん？いや、ギャグアニメではない。あくまで要素としてのギャグってだけ。なるほど。ただこの演出に関しては好みが分かれるかもしれない。波状とも言える演出の数々は押し付けがましさみたいなのを人によっては感じるかもしれない。演出過剰ってことですか。でもそれは主人公であるコミさんがコミュ症だからなんだ。タイトル通りですか。うん。何をしても絵になるような美少女の口からは声の一つも漏れない。1話ではろくなセリフもない。そんな声をあまり発さない1話だからこそ、演出で声にならない声を文字にし、体の震えや文字演出、ガット割りでこの作品の空気感とキャラの心理描写につながってる。なるほど。セリフが少ないからこそですか。そんなコミュ症な主人公、これだけだと他の作品にもあるし、出落ち感のある要素ではある。せやな。そこにもう一人の主人公、ただの普通の人であるただのが絡むことで印象的な1話に仕上げてるんだ。昔ただの人志ってドラマありましたね。ただのくんは普通なんだ。特に何か特徴があるわけではない。たまたまコミさんの隣の席になっただけ。ほう。でも偶然、本当にたまたま彼女のささやく声を聞いてしまうんだ。おう。そこから2人のコミュニケーションが始まる。最初のコミュニケーションは筆談なんだ。なんか斬新やな。重度のコミュ症とも言えるコミさんは声で会話ができない。だからこそ彼女はただのくんに言われ黒板に自分の気持ちを書き連ねるんだ。おう。静かな教室で彼女の思いがチョークの音とともに黒板に書き綴られる。彼女がなぜこうなってしまったのか、何がしたいのか。彼女の目標は友達を100人作ることなんだ。会話でけへんのにそれは厳しいな。これは一方的な彼女の思いを只野くんに伝えてるだけなんだ。まだコミュニケーションとすら言えない不器用な彼女が不器用なりに黒板に自分の思いを吐き出す。削れて折れるチョークは彼女の心を比喩してるのかもしれない。辛い。自分の思いを書いてしまうと彼女はそれを自ら黒板消しで消して立ち去ろうとしてしまうんだ。コミュニケーションは相互理解なんだ。一方的に思いを伝えるだけじゃそれは成り立たない。自己完結ではダメなんだ。何かを伝えたい相手の思いを聞いて初めてコミュニケーションは成り立つ。せやな。だからこそもう一人の主人公であるただのくんが動くんだ。おう、何するん？彼は別にコミュ症でも何でもない、普通に声を出して他者とコミュニケーションができる。黒板に自分の思いを連ねるコミさんに対して彼は声を出して返事をしていたんだ。まあそうなるわな。だけど一方的に立ち去ろうとする彼女に対し彼はチョークの音で引き止める。今日はいい天気で良かったですね。不器用な彼女の立場に立ち、彼は彼女と同じ方法でコミュニケーションを取るんだ。ただの二人の初めての会話、ここから相互理解コミュニケーションがようやく始まる。誰しもの共通の話題で無難で答えやすい天気の話題から始まる。そんな二人のコミュニケーション。あかん、微笑ましい。静かな教室で聞こえてくるのはピアノとチョークの音。見ている側にさえ全ての会話は見せない。二人だけの空間で二人だけに伝わる会話。斬新な会話劇の描き方や。溢れ出る言葉の数々は会話になり伝わるんだ。声はコミュニケーションの手段の一つでしかない。伝わればいいんだ、どんな手段でも。せやな。普通の人であるただのはコミさんに寄り添って彼女を理解し彼女と仲良くなろうとした。コミさんにとって一人目の友達は普通の人である彼。友達になったからこそ二人にも目標が生まれるんだ。友達100人できるかな。
いる、100人。まあそれは個人の価値観なのであえて言及しないよ。くさ。非常に印象的な1話なんだ。コミュ障設定のヒロインだったり主軸になってる作品はあるけど、そんな出落ちやべたとも言える設定を丁寧すぎる演出でこれでもかって見せることで2人の主人公の印象と1話の印象がつくんだ。個人的には日高のり子さんによるナレーションもいい味を出してて、この作品だからこその空気感や雰囲気が1話ではしっかりと感じられたんだ。擦り倒された要素でも見せ方次第やな。ほんま、友達100人を目指す小見さんとそれを手伝うただの千の言葉を交わしても、声ではまだ朝の挨拶すらできない小見さんが目標を達成できるのか気になるところやな。ラブコメ的な展開になるんやろうか。さあどうだろうね。恋愛要素が出てきても好きになった理由に納得できる1話だし、ギャグ要素が強まっても面白そうだし、どうなるか期待したいところだね。たださ、最後の最後で文句ですか。配信はネットフリックス独占。マジか、ムーネトフリ、さーん。じゃん。